風呂屋さんに行きたい、そんな高橋ひかるでございます。そうですね、最近はですね、お風呂ってやっぱりいいなと思いまして、なんかそのやっぱりどこに行ってもさ、そのお風呂ホテルとかにたまに最近遠方に行くことがあって、ユニットバスとか、入ったりするじゃないですか。まあ、ユニットバスだと基本私シャワーにするんですけど、だから最近基本的に面倒で湯船に入らなきゃいけないっていうのは分かってるんですよ。もうそんなんもう知ってる知ってる。でもどうしても面倒くさい日とかあるじゃないですか。もう早く寝たいって日だってあるじゃないですか。そういう時ってやっぱりどうしてもシャワーをで過ごしがちというか、まあ、夏場だと特に熱い湯船にわざわざ入るのもどうなもんか、汗かいちまうじゃないかってなってなりますけど、でもなぜか皆さん好きなんでしょ、サウナは。サウナってでも苦手な人もいますよね。私ももともと苦手というか、私サウナっていうか銭湯、まあスーパー銭湯、まあどこでもいいんですけどどこでもいいんですけどっていうか、お風呂屋さんに行くとだいたい気持ち悪くなるというかね、風邪をひくというか、それがもうお決まりのコースなんですよ。私お風呂屋さんに行って風邪ひかなかった経験がないぐらい、だいたい旅行で温泉に行っても風邪ひくし、スーパー銭湯に行っても風邪ひくし、まあ、それなぜかというと、調子乗っていろんなお風呂入って、サウナ入って、水風呂入ってとかいろいろやってて、あんな人生で長く水に浸かることってないもんで、風邪ひいちゃうみたいな感じなんですけど、いやー、私は本当に向いてないっていうのはすごい身内にも言われてるんですよ。サウナ行きたいって言ったら、やめときなさいっていうのもお姉ちゃんとかも言われてるんですけど、でもサウナに行きたいんですよ、私は。やっぱりサウナっていうのは、なんか、最近あるじゃないですか。キャンプがてらサウナする人みたいな。川にサウナテント建ててサウナする人みたいないるんですよ。私それめちゃくちゃやりたくて、めちゃくちゃ上級者のことだと思うんですけど、なんかやっぱりソロサウナから始めてみようかなと思って。最近東京ソロサウナとかも点々としてあるから、でもなかなか予約が取れなくてね、いけないんですけど、そういうソロサウナとか、キャンプサウナとか。やっぱ夏なんでね。夏終わる？もしかして。もう夏ってさ、なんでこんな季節の移り変わりって早いんでしょう。本当に、心が追いつかないなっていつも思うんですけど、でもスイカ今年たくさん食べれたので、まあ花火はできてないですけど、皆さん夏の風尽くし、風物詩、風物詩、いろいろありますけど、やりましたか？なんか、スイカ食べたり、お好み焼き食べたり、なんか、たこ焼き食べたり、浴衣着たり、わー浴衣着たいな。そんな高橋ひかる、それでは今週も始めます。高橋ひかるハイウェイランウェイ。さあ今日のハイランですが、リスナーの皆さん、通称リトルウェイウェイから届いたこんなテーマで選択してほしいというメッセージにお答えしていきます。ウェイウェイネームハンドパワーさん。家にいる時間が多いので自宅で筋トレ始めました。わー、私まで最近やってるよ。目指しシックスパッド。でも一人で筋トレをするのは辛い。筋トレがよりやる気になる曲があれば教えてください。おー、筋トレね、私も最近さ、サボってたというか、まあ、サボってたっていうか、もうちょっとやってなかったっていうか、自由時間がなかったっていうか、まあ言い訳は置いといてやってなかったんですけど、最近 HIIT ヒートっていう、そのちょっと短期間で高負荷のある運動をするのを毎日やるようにしてるんですけど、やっぱり運動するってやっぱ大事ですね。なんか心、メンタルヘルスっていうのか、メンタルヘルスは違うか、なんか体と心はつながってると思うので、皆さんもぜひね、ちょっと最近疲れたなって思う時こそアクティブレスト、静かな休みよりも動体的な運動の方、動体的な休みの方が、その疲れ、肉体疲労は取れたりするし、精神疲労は特に取れたりもするので、皆さんもぜひ疲れてる時こそ運動してみてはいかがでしょうか。では筋トレするときにおすすめの曲をお届けします。コーディーリーでモンモン。君の色気に手に汗握る。
こまで行こう。ですね、まあ、とにかく筋トレするときは好きな曲を流すのが一番なんですよ。私あのアイズワンさんが好きだから、アイズワンさんの PV を目の前に流して、あのバーピーとかするときに、あのバーピーしてしゃがむときにアイズワンさんと私と顔が近づくっていうあの気持ち悪いでごめんなさいあのそしたらやっぱり頑張れるじゃないですか。かわいいよし、かわいいよしってなるから、そういう感じも好きな曲を流すっていうのはおすすめなんですけど、まあ、この曲をなぜおすすめしたかっていうと、私が最近この曲を聴いているっていうのもあるんですけど、この曲ねエモいこの曲めちゃくちゃ好きなんですよ。皆さんもぜひ聴いていただけると嬉しいです。お届けしたのはコーディーリーでモンモンでした。高橋ひかるハイウェイランウェイ。今日はリスナーの皆さん、通称リトルウェイウェイから届いたこんなテーマで選曲してほしいというメッセージにお答えしています。ウェイウェイネーム連打する虹さん。先日ハニーレモンソーダという映画を見てきました。男3人で見に行ったのですが、やっぱりキュンキュンして恋愛したくなりました。ヒカルさんは恋愛したい気持ちの時に聞く曲はありますか？いいですね、男3人っていうのがまたいいですね。3人で、あ、やばいやばいとか言いながら見たんかな。私もハニーレモンソーダみたいな吉川愛さん好きだからぜひ見に行きたいな。こんな歌もめっちゃいいですよね。なんか、うわ、なんかすごい、あ、恋始まりそうって感じというか、なんか、ハローハローってあの、サビで歌いはるんですけど、なんかまあ、なんか青春してるなっていうか、夏らしいなっていうか、初活って感じ？初活って言うてたっけ？あ、初夏か。初活は、こっち亀だ。そうそうそう。あの、初夏って感じがする曲だなって思うんですけど。そんなね、恋愛したい時に聴く曲、皆さんにお届けしたいと思います。夜明けで、ファナレナイ。私の関係言ったから何でも言い合えたし、誕生の友情だって小さいにあると思ってる。君は特別な人で、かけがえのない理解者で、同じ歩幅で歩く女性だけど、愛を暮らしより胸の奥色褪せてく記憶、愛を暮らしより次から次と溢れる想い、不意に高鳴ってこの耳に耳をつぶざくほどのドキドキ、愛と暮らしを流届けたいけど届かない、この距離致命的ミスマッチ、触りたい
散らかっていっちゃって、素直になればなるほど君への思いは高まっちゃって、気づけばボーッとしちゃって、どろどろ飲ませちゃって、ちょっとちゃんとやってなくちゃいけなくて、やばいやばいって思ってるんだけど、それで I'm so it's you、 この近すぎる距離にはなれない、 I'm so it's you、 今更好きですなんて言えない、映画のような出会いで漫画のような恋をした、こちらのリコなんですけど、私最近 YouTube で見て聞いたのかな、なんか YouTube のおすすめに離れないで出てきてすごい歌詞ってすごいタイトルやなと思って、まあ、岩木さん知ってから聞いてみたいんだけどさ、ずっとなんかワクワクさせられてるというか、でも私叶わないなんか恋愛じゃないですか、こうやってハッピーな恋愛の曲も好きなんですけど、こういうなんか身近にいる届かない思いってやっぱりすごくあることだなと思うし、すごくなんていうか共感、でも歌詞がすごく難しくてずっと入ってこないんですよ。一回聞くとメロディーがすごく印象的すぎて、転調とかそっちに集中しちゃうんですけど、すごいなと思ったのはこの愛語と暮らしおにゅうっていう歌詞があって、どういう意味か分かんなくて、私全然分かんなくて考えてて、最後の方にでも愛語と暮らしおにゅうっていう歌詞が出てきて、同じ聞こえるようになってるんだって、同じように聞こえるようになってるんだと思って、あの夜遊びさんが英語バージョン歌って、英語バージョンが日本の歌詞に聞こえるみたいな、そういう感じなのかなとか思ったりして、でもこの I got crush on you っていうのが意味が分かんなくて調べたら、あなたに恋したって言ったかな、なんかそんな感じの意味で、それも意味もすごく素敵だなと思って、なんかそれもさ、なんかだんだんさ、自分で恋しちゃダメって分かってるから、恋してる気持ちを無視してたけど、だんだん気づいちゃって、その自分の気持ちに気づいちゃったみたいな感じがして、この歌詞がねちゃんと後半で聞こえてくるのがさ、それがすごくいいなと思って、こういうなんていうかちょっと儚い恋の歌っていうのはおすすめです。皆さんもぜひ聞いてみてください。続いてウェイウェイネーム絵描きの猫さん、一人暮らしを始めて慣れない家事に追われています。特にお茶碗を洗うのと洗濯物を畳むのが苦手で後回しにしがちです。何か家事がはかどる曲はありませんか？わー、お茶碗を洗うのが苦手なのかい？私、フライパン洗うのが嫌いなんだけど。私さ、フライパンって、やっぱり洗ってすぐ、使ってすぐ洗わないといけないですよねって思って。なんかまあまあ、お湯につけといたらまあまあまあ油は割とあれだけど、私知らなくて、ティファールさんって10分ぐらい加熱した後置いとかないといけないんですね。私、洗ったすぐ使ったら洗いたいんですけど、なんかそういう、なんかすぐ洗っちゃいけないフライパンもあるらしくて、そうじゃないとなんか長く持たないらしくて、まあ、最近そういうの知ってあれなんですけど、なんかフライパンをまず一回置いて、その上にお茶碗とかいろいろ置いちゃうともう終わりよ。だって油も回っちゃうし、なんか洗い場、例えばそのお茶碗とか洗って、まあ、横にそのさ水切り置いてたりするとスペースがさ足りなくてさ、ガタンガタンさフライパン当たるんですよ。それがねやっぱりちょっと嫌だなと思うから、まあ、フライパンを先に洗うことをおすすめします。まあ、でもそんな時ねやっぱり曲聴くとやっぱテンション上がると思うので、好きな曲を聴くといいなと思うんですけど、私が最近聴いている家事する時に聴いている曲をお届けします。スロッピーリムでポタージュ。転んだ拍子に手放した風船も、あの月に住むウサギまでプレゼント。幼い子供たちが今はまだ不思議がる、色仕掛けも相手次第では武器になる。固められた角度を少し傾ける、ここで新しい表情が現れる。ぬるくなったバニラも濃厚ミルクに変わっていく。いつものコーヒーが掛け声一つでカフェオレになる。氷固まった
常識なんてもういっそ全部全部全部真っ白にしてさ、柔らかい思考で乗り越える苦難に、あの発明家エジソンもお手上げよ。冷めたポータージュ温め直して、ひと手間加えて世界に彩りを、悲劇のヒーローにも笑顔になる、ひらめきひとつでグッタイムグッタイム。手放した風船見てたあの子は、捨てられたブランケツなぎ合わせ、ひらめきときめかし大きなバルーンを作り、首をかしげるパイロットと宇宙旅行。隣町の噂のあの子にはまだ色仕掛けてのわたみみたい、イマジネーションの着地をひとひねりするだけで世界中にアイデア溢れ出すんだ。凝り固まった常識なんてもういっそ全部全部全部真っ白にしてさ、理解しがたい食べ合わせてさ、辛口の鉄人シェフまでうならせる。冷めたポータージュ温め直して、ひと手間加えて世界に彩りを、悲劇のヒーローにも笑顔になる、ひらめきひとつでグッタイムグッタイム。冷めたポータージュ温め直して、ひと手間加えて世界に彩りを、悲劇のヒーローにも笑顔になる、ひらめきひとつでグッタイムグッタイム。スロッピーリムでポタージュ。この曲はですね、まあスロッピーリムさんの曲ももともと好きでいろいろ聴いてたんですけど、このポタージュはなんかあのなんて言うんだろう、ちょっとなんか夢の国の気分というか、まあポタージュも食べたくなるんですけど、なんかちょっとこの世界観に浸れるというか、やっぱりなんか家事してる時ってなんか映画とか見る人もいるんですけど、まあうちの母も特に映画見たりとかして家事やったりするんですけど、私真似してやってるんですけど無理なんですよね。あの集中できないし、どっちかに集中しちゃうから。でも歌詞とかだとラジオとかだと耳から入ってくるのを脳内で処理するのは割とできるからさ、あの目はだって料理とかにそっちに向いてるから。でこの世界観に入って聴いてるのが私はすごく好きで、やっぱりなあ、どんなシチュエーションでも好きな曲っていうのはすごくいいなって思うんだけど、でもその中でもこういうシチュエーションを分けして聴くとより曲が楽しめるかなって思います。続いてウェイウェイネーム青のない信号機さん。先日教員採用試験を受験したのですが、あまり手応えがなくすごく落ち込んでいます。ひかるさんは落ち込んだ時に聴く曲ややることってありますか？そうですね、そんな時はこれを聞いてか。でもそしたら終わっちゃうんだ。じゃあそうですね、私もよく落ち込みます。もうエブリリー落ち込みですね。もう仕事でもううまくいったなんてことはほぼほぼありませんから、もう毎日毎日落ち込んでいるんですけど、でも落ち込むのはまあいいことだと思うんです。まあ反省するっていうこと、まあ、落ち込むというかまあ反省かな、するんですけど、まあなんくるないさっていう感じの気分にも最終的になっちゃうんですけど、けどやっぱりそういう時にはあの私あの緑茶家のメラとか聴いたりとか、まあ、上がる曲聴くことも多いし、まあ、その時にハマってる曲を聴くことが多いんですけど、あのアップテンポな。最近ね、ちょっとハマっている、まあ、もうだいぶ前から流行っているんですけど、私も一緒にこの曲を、踊りたいって曲をね、皆さんに聴いてもらいたいと思います。では、今日最後の曲になります。馬ぴよい伝説。
高橋ひかるハイウェイランウェイ、今週はいかがだったでしょうか。メッセージはオーディーにある番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。それではここでお別れです。高橋ひかるでした。FM 山形主催あやか9月19日山銀県民ホールで開催。新型コロナウイルス感染症予防策を最大限行って開催いたします。ただいま GIP ホームページでチケット受付中。お問い合わせは GIP まで。山形県民共催プレゼンツ特別番組ひらり山形、人の輪が作り出す地域遺産編。8月11日から13日までの3日間、午前10時30分からお送りします。山形県が誇る自然、地域、文化を心と耳で感じてください。パナソニックメロディアスライブラリー、小川陽子さん、今回の作品は半藤一利さんのドキュメンタリー日本の一番長い日です。昭和20年8月15日の正午まで日本の中枢で何が起きていたのでしょうか。15日日曜日午前10時。